茨城県で消防士として働いております。そこでは救急、救助、火災、水難とさまざまな災害現場に出動しています。そこから私はやりたいことは全部やろうということを掲げ、いろんなことにチャレンジしてきました。その中でも私はやっぱり、いろんなことにチャレンジすることでそこで壁にぶつかったとしても楽しむ力があると思ってます。でもこのコロナ禍において僕が挑戦することによってたくさんの人々に夢や希望、きっかけを与えていきたいと思い今回挑戦させていただくことを決定しました。ただまあ 人並みだからこそチャンスで、まあ、ファイナルまでの約半年間どれだけ一つ一つのクオリティを上げることができるか、またレベルアップしたクオリティを皆さんにしっかりとお届けする。その他にも学生大学時代ですね、4年間お笑い、地元のライブハウスや地元のラジオですねで漫才をさせていただいてまして、普通に物理をやる就職も探したんですけど、やっぱりかっこいい人になりたい、男になりたいっていう思いで役者をやろうと思い上京してきました。27歳、鹿児島県出身です。私が今回ミスタージャパンへの挑戦を決めたのは、新しいことに挑戦したい、でもその一歩が踏み出せない、そんな方々の背中を押せるような存在になりたいと思ったことがきっかけです。自分にはこういった人前に出る時に緊張してしまうことがあるので、自分から挑戦することを決めました。そんな自分を変えてくれたのは筋トレであり、筋トレの素晴らしさを広めるために去年の10月にジムを立ち上げ、そこでトレーナーとして働き、SNS や YouTube で今も広く発信をしています。役者としては、まあ、アニメじゃなくてその映画とかそういうもので海外に誇れる作品を、ね、そういうものに携われたらいいなというのを目標にしてやっています。